すぐ戻るから。Thank you.
現存の朝鮮が英雄としてその任務を全うに当たって一刻の更新で臨むべき、それを討議するためである。状況が状況であるので、今日は特に海外総監の列席をお願いした。が、その前に、本庁未明、神奈川県警交通機動隊電話隊に対し、特殊車科課長隊によって出動説明された。長野県警、これ一体何だ。その前に、ここにお集まりの方々が申し上げた。君の意見などを求めておら、警備部長である私の承諾も得ず、これは全くの一見と。君の行ったことは、警察内部の秩序を生み出し、ひいては、社会に身を横浜の警察の行動だったとは思わんのか。では、確かに根拠も具体的な要請もなしに行われた自衛隊の軍事への警備出動や、基地司令に対する予防計画に等しい不当な拘束は、警察ではなかった。今回の非常事態を招いたそもそもの原因は、一連の事件によって醸成された社会不安に乗じ、上層部内の一勢力がその思惑を請求に追求したことにあることは、ここにいる全員が承知のはずです。貴様、なるほど。警察内部に一種の政治的錯誤があったとする君の発言は聞き捨てならぬが、上層部内の一勢力とは一体誰のことかね。ご自分の身に聞かれないかもしれない。ちょっと失礼しました。こら、放っておきたまえ。後藤さん、ああ、やられちゃったよ。それより15分ほど前だ。三機とも飛んでちまったぜ。なあ、ああ、よし、ああ。最高意思決定の段階では現実なるものはしばしば存在し、戦争に負けているときは特にする。なあ、少なくともまた戦争など始まってはおらん。始まってますよ、とっくに気づくのが進んだ。すみがこの国へ帰ってくる前、いや、そのはるか以前から戦争は始まっていたんだ。突然ですが、あなた方にはあいつが突き放されました。自分も南野警部と行動を共にいたします。どうぞ。君はもう少し理想の男だったのか。二人ともそれぞれで。報告！
今自衛隊兵の爆発によりどこが守ってるか。だから遅すぎて言ってるんだ。
まったので、今まで聞いたってどうもまだ頑張ってるところがまだあるんですね。全滅かとか。あれは電波妨害で、時々聞こえるところがやりきれねえ。無駄と分かっちゃいけんよ。つい耳を澄ましちまう。で、どうなんだよ。そりゃまあ、契約のままあるでしょうけど、今この国で反乱を起こさなきゃならないのは何が、たとえ一部であれ、自衛隊の中であったと思いますか。しかもこれだけの行動を起こしておきながら、中枢の選挙の政治的要求もなし、そんなクーデターがあるもんですか。政治的要求が出ないのは、そんなものがもともと存在しないから、情報を中断し、混乱させる。それが手段ではなく、目的だったんですよ。これはクーデターを偽装したテロの責任、それもある種の思想を実現するための革新者の犯行だ。戦争状況を作り出すこと、いや、首都を舞台に戦争という時間を本質すること、犯人に狙いはもう一度も、犯人を探し出して逮捕する以外にこの状況を終わらせる方法はない。しかし、わからねえな。これ何なんだろう。想像ができますが、捕まえて聞くのが一番でしょうね。じゃあ、出かけますんで、あとは行きましょう。そっちは勝手口だね。高い連中に命令も強制もするなら分かってみようか。南雲さんよ、できなかったこと悔やんでも始まらねえ。これからどうするそのことを考えようや。やあ、おいでなすとか。自動操縦で周回飛行していただけだ。陸地のヘリが上がる前に俺たちの手で片付けるぞ。外すなよ。
あんなでかいのと外しようもあるだろ。鳥の島なんだ。狙いなんだ。石の島へ。知恵もなくあんなでかいものを浮かべてくわけがないと思ってたけど、10万単位で一口を取るのと一石二鳥とはね、考えたもんだ。膠着状態だな。それがそうもしてられるぞ。これを見てもらう。埋め立て地の航空写真18秒もな。2枚目がその拡大だ。ん？転がってるのは爆破されたヘリの座。そしてそのパラパラは専門家の分析によると野戦用の強力な通信装置です。敵の本部といったところだ。こいつであの飛行船を？それ以外は何なんですか？これだけの攻撃を完全にジャミングできるわけない。おそらく任意に選択された周波数を使って暗号化されたコードを圧縮して送信すればあの強力な ECM を解除できるはずだ。スタンドアローンで制御不能な兵器などナンセンスだからな。で、その周波数とコードは告げ本人に聞くから間違いなくそこに行く。ここにミサイルを撃ち込むってのは話？今も通信が続いていて、それが中断することが飛行船のプログラムの発動条件だったとしたらどうか。俺ならすぐ。その写真誰が撮影したのか。米軍だった。今回の機体はその当初から米軍の厳重な監視下にあった。1時間後の前に大使館経由で通告があった。明朝7時以降に状況が高い方向に向かわないから米軍が直接開発する。現在第7回の検討を進めている各地の在日米軍基地には出動中に。そうだ、無茶だ。やるさ、国家に真の友人はいない。連中にとっては長くのチャンスだ。そうだ、この国はもう一度青年からのやり直すことになりました。戦争品の画像をチェックが終わった機体からシステムの戦争が投稿をつけたらやり直しが始まるぞ。覚悟を受けてます。さすがに決めない。この機体で一人前のことで行けばっかりですからね。ベースで行けば何だか。敵の野戦本部など18号埋め立て地へは奇襲という作戦の性格上、空の海から攻めてもらってはいかない。そこでバビロンプロジェクトに飛行時の際、残業レーバーを搬入するために使用された地下道。次のステップ。はい。
潮止めから周辺の人工島を経て目的地まで全長約1200m。 問題なのはその最終の工程です。計算工法で作られた典型的な海底トンネルで全長 250m。 人工島側から傾斜エレベーターで海面から50メートルの深さまで降下、続いて高さ約9メートル、全長約200メートルの一本道を抜け、そして最後に埋め立て地側のエレベーターで上昇。突入戦には絶好の場所だ。敵もこのトンネルの存在について知っていると考えるべきでしょうね。質問、この機械の窓はどうやって？トナーは敵味方不明の部隊に入り乱れてるんだろ。それは現在後藤隊長が支配中です。さんが手に入れたディスク、何かのコード表じゃないかと思いまして。コード表？コード表？こういう場所がいつもあるんだな。誰も知られることもない。